ドイツのダムコプリムスタウルスペアの遊歩道にある太陽のモデルンホフカルバックの惑星の道の天皇星の看板惑星の道はデンマーク、ドイツ、スイス、オーストリアなどにある遊歩道で一定の比率で縮小された太陽から太陽系の惑星までの距離の表示を見ながら歩く遊歩道である。よく用いられる縮尺は10億分の1でその比率では 太陽から冥王星までの距離は約6キロメートルになり、ハイキングには適当な距離となる。一般的なハイカーが時速5キロメートルで歩くと、この比率では高速の約4倍の速さでハイカーは歩いていることになる。直径1 3 9ルの太陽を出発すると、5 8ルで直径4 9ミリメートルの水星に到達し、さらに5 0ル歩くと、 12.1ミ、mm、リメートルの金星に到達しさらに41メートル歩くと直径12.7ミ、mm、リメートルの地球に達し地球の周りには38センチメートルの軌道で3.5ミ、mm、リメートルの月がある次に6.8ミ、mm、リメートルの火星に至るまでは78メートルで内惑星を通り過ぎるためには228メートルであるさらに550メートルほど歩くと 直径1 2 0ト、mm、ルの木星が現れ、土星まではさらに6 4 8ルを歩くことになる。天皇星までは1 4 2 7トルさらに歩き、海王星まではさらに1 6 2 7トル、歩くことになる。光の速度で5.4時間かかる太陽から、冥王星までの距離は10億分の1の縮尺では、トータル6トルを少し切る距離となる。 ありがとうございます。